苫小牧東高校出身、人文学部3年、平野しおりです。友達とお出かけをすることが好きです。帯広白洋高校出身、理工学部3年の堀内大輝です。弘前の街を散歩するのが好きです。弘前高校出身、人文学部1年、佐藤舞子です。カラオケで歌うことが好きです。和歌山県立紅葉高校出身、人文学部1年、中井直也です。新しい発見を求めてサイクリングをすることが好きです。みんなでキャンパスをご案内します。弘前大学文教庁キャンパスには人文学部、教育学部、理工学部、農学生命科学部の4つの学部が集まっています。このほか様々な研究施設などもあり、まさに学園都市弘前を代表するアカデミックなキャンパスです。現在約83万冊の図書資料を所蔵し、 DVD などの電子資料や電子ジャーナル約1万1800タイトルが閲覧可能です。休業期間中を除き、土曜日、日曜日も開館しています。地域社会にも開放して、学会社への貸し出しも行っています。2012年10月にオープンした資料館には、官立弘前高等学校などの前身各校から、現在の弘前大学に至る歴史、太宰治の自筆ノートなど、各学部で所蔵してきた貴重な資料などを展示しています。コラボ広大にあるアースビジョンでは、最新の地震情報や気象情報をモニタリングすることができます。ロビーには東京芸術大学宮田良平学長作のモニュメント、幸せのリングが展示されています。風向の振り子とは、地球の自転を観測するために用いられる大きな振り子のことです。日本国内に設置されている風向振り子の中でも、弘前大学のものは最大の長さを誇っています。外国人教師館は、弘前大学の前身である旧官立弘前高等学校の外国人教師のための宿舎として、大正14年に建てられ、平成17年に国の有形文化財に登録されています。多目的広場は、サッカー、ラグビー、ソフトボールなどの様々な屋外競技に活用されています。屋内体育施設としては、第一体育館と第二体育館、武道場があり、体育の授業やサークル活動に使用されています。50周年記念会館は、学術研究の交流や学生の文化活動を促進するための施設です。定員298名のみちのくホールでは、さまざまなコンサートが、いわきホールでは学会や公開講座が行われています。亀ヶ丘文化は、縄文時代晩期に北海道南西部から東北地方一円に栄えた文化です。土偶をはじめ、精巧な土器や漆器などの遺物に彩られていることが特徴です。この地域文化をたたえ、亀ヶ丘文化研究センターは開設されました。弘前大学創立60周年と太宰治の生誕100年を記念して、外国人教師館の傍らに太宰治文学碑が建てられました。その他、キャンパス内に長沢清蔵先生講読碑やヒッポクラテスの木、石碑など多くの史跡があります。大学会館は、学生館はもちろん、学生と教職員相互の親睦が図られる場です。学生食堂や売店はもちろん、学生生活をより豊かなものにするために多目的な機能を持つ施設です。本庁キャンパスには、医学部の医学科、保健学科の学生が集います。こちらには臨床施設として付属病院、そして高度救命救急センターがあります。被爆医療総合研究所など、さまざまな医療研究設備もあり、青森県の医療を支えています。
医学部附属病院は北東北の医療圏の中核病院として発展してきました。31の臓器系統別診療科と25の中央診療施設などがあります。また研修医や看護師の教育・研修の充実を図るためシミュレーターを備えたスキルアップセンターを設置しています。学園長エリアには弘前大学附属の幼稚園、小学校、中学校があり、総合運動場や野球場、サッカー場、プールなど運動施設も充実しています。学生寮もこのエリアにあり、多くの学生が大学生活を楽しんでいます。学園長には男子寮の北欧寮、女子寮の豊寮があり、緑ヶ丘にはもう一つの男子寮、北明寮があります。食事も出ますので、初めての一人暮らしでも安心です。全国各地から集まるたくさんの仲間たちとの交流の中で学べることもたくさんあります。